はい、皆さんこんにちは、村岡哲人です。皆さん、花束は得意ですか？結構ね、こう花束を苦手としている人が世の中に、ね、いらっしゃるみたいなんですね。特にこうお花屋さんに勤めてるんだけど、なかなかこう花束がうまくならない、慣れないっていう方が多いようなんですが、このエルフラワーデザインインターナショナルでは、花束だけの専門講座っていうのがあります。通学コースでもありますし、通信講座でもあります。そしてその中でね、本当にこう皆さんどんどん花束がめきめきと上手くなっていきます。花屋さんじゃなくて、本当に今までお花を触ったことない人でも、これ皆さん信じられますか？2回目3回目ぐらいの授業から、もうスパイラルとか、また色合いとか、もう本当にこう自由に、だいぶこう皆さん自由にできるようになっていくんですよ。僕自身がこう花束をこう習得するのに、結構時間かかった方なんで、僕こう自分でね、この講座の展開っていうのを編み出したんですけれども、これ本当にすごいんじゃないかと実は思ってます。なのでぜひね、こう花束を苦手とされている方はエルフラワーへお越しください。今日はちょっとね、小さいミニブーケの作り方を皆さんに伝授したいと思います。ではエルフラワーの花束、紙です。行ってみましょう、どうぞ。はい、では早速行ってみましょう。まず、花束の基本です。こういう葉っぱが、花にお花がついてますよね。この葉っぱをそのまんまこう握ってしまうと、まあこの握ってるところはお水に浸かるところになります、花束は。なのでこの葉っぱは水の中で腐ってしまいますね。なのでこういう葉っぱ、不要な葉っぱは全部取り除きます。で、このアレンジメントと大きく違うところは、花束はこう握り出したら片手が完全に塞がります。アレンジはこう両手でできますよね。お花をフォームに刺したら両手が開きますから、両手使えるんですけど、花束は片手が必ず塞がります。なので作る前に事前準備でこういう葉っぱを取る作業とかをある程度しときます。ただ完璧に頭の中にこう設計図が出来上がってるわけではありませんので、それを最初からこう完璧にねしてから仕上げようと思うと、それは僕なんかでも多分結構至難の業になってきますんで、特にそうすることが 100% いい花束を作る技術ではありませんので、まあ、ある程度準備をしておいて、まあ、ある程度はこう片手をね駆使して作っていきましょう。では行ってみます、どうぞ。はい、で今日はね、今回こういう、これグロリオサのルテアという、お花なんですが、こういうお花も使っていきます。で今回作るのはわりかし小さいミニブーケなので、このルテアはある程度短くこのように切り分けていきます。ただ例えばこういうふうに二股に分かれているものがあったら、これは必ず一つずつに、こういう一個ずつのパーツにしていきましょう。なるべく長くこう最初のバルブの部分も残しつつ長くしていくんですが、このように例えば3本突き枝をつけておくとか、こういうのはやめましょう。これは必ず失敗につながります。必ず1個ずつのパーツには分けておきます。こういう感じです。はい、次にこのリモニウムですね。こういうのもこう枝分かれしてるスプレー咲きになってるもの、もう1個ずつこういうふうに分けておきます。ただこのあんまり短くしちゃうと、これも水に浸からなかったりするんですけど、ただあまりこう長めでバサバサとしてるのは必ず後で花束失敗につながりますんで、それはちょっとこう見極めてやっておきましょう。先に事前準備しておきましょう。
はい、今回このニューサイランを使いますが、このニューサイランも、まあ、このまんま1枚で使う場合もありますが、これを小さい花束を使う時とかはこのように2つぐらいに分けて、裂いて分けて置いてラインとして使います。もちろん1枚で使ってもいいんですよ。僕は今回はこのようにラインとして使っています。はい、でニューサイランに関してはこのように今回は丸めてですね、ホチキスで止めてこういうパーツにしておきます。両方とも2個ともそうしましょう。はい、では始めていきます。まずはこうバラを持ちます。